始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバック工場のアンデーです。今回はこちらのコース遊んでいきたいと思います。モートンズメルボレントモニュメント。うわ、なんかすごいな。 MMM で、うわ、完結されてるわ。マクドナルドオブマクドナルドオブマクドナルドみたいな。なるほど。でもこいつあれがあってね、OK、慌てないこと、焦りは禁物。トトロでも散歩するシーンがあるじゃないですか。それを意識することは大事。歩こうっつって、歩こう。 OK、 皆さん突破。熱い。今の俺を止められるやつはそうそういないと肝に銘じておけよ。うわーったー。はい、 OK、 落ち着いて。ナイス、冷静具合、乗り切ったぜ。どんなに辛くても、どんなにきつくても、常に笑い続けること、それが大事だって俺は誰かから聞いたことがある。だから笑うんだ。待って、みんな、俺一個気づいたかも。さっき、みんな見てください、ここ、あるドカンがある。ボボ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 、来た、ケーキャッチャンス。うわ、なにこれ、あなただけの祝福ルートみたいな。うわ、来た、激アツ展開。どこに出るの。うわ、近道ルート発見じゃない。そんな甘くはねえよってことか。いいぜ、お前と何回でも勝負していってやるよっつってな。おいおい、あよあよ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、上から、え、ちょ、待ってください。オッケー、オッケー。あ、いや、これ俺気づいたんですけど、こいつに乗り続けてった方がいいんじゃないか説、ここに来て立証させていただきます。見てください、あいつらも横に行くんですよ結局。だからここでまずね、うわー、そういうことか。で、小入れは気にせずに下に降りてっちゃえばいいのか。オッケー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 、大丈夫大丈夫、落ち着いて。そう、冷静冷静冷静。いや、そうだ、辛くても笑うの。やったー、嬉しい、クリアクリア。こんなもんじゃねえぞってことだよな。いいぜ、お前との対決、何回でも受けてやるよ。ありが、よ、俺がお前にやられると思うか、モートンブラックよ。お前の負けはもうすでに決定している。辛くても苦しくても笑い続けられる俺に不可能はない。あああ危ない危ない、今のはさすがに緊張した。え、どうしよう、ちょっと死にたくない気持ちが強すぎて。いや、動くなよ絶対に。そこだー、よっしゃ、そうだ、あと一撃でお前はもうやられちまうよな。苦しいんじゃねえのか、ひどいんじゃないのか、もうどうだよ。じゃあな。来たー、危ねー。これはもらったでしょ、さすがに、ありがとう。よっしゃ。じゃあ次のコース、どうぞ。じゃあ次、このコース遊んでいきたいと思います。ボムヘータワーナンバー2。うわ、ナンバー1は一体どんな奴らだったんだろうか。ボムヘイ40体、あ、任して任して。いや、もうボムヘイを倒すのは、正直もうYouTube の方で、いろんな方の動画を見て、もう学習して、ここはカットしてと。そう、いろんな方、ここもカットして、こうやってやるといいですよ。落ち着け、慌てんな。いやー、やばい、みんな一向にうまくできない。なんでだよ。くそ、来たー、よっしゃ、ようやくよ、こういうことでしょ、君たちが待っていたのは。オッケー、じゃあね、え、なに、あ、なるほどね、壁キックしていけよと。ちょっといやらしいじゃないの、いやらしいじゃないの。よっしゃ、じゃあもう次の、次のコース、どうぞ。お、じゃあ次、ボム兵つながりでこのコース遊んでいきたいと思います。ボム兵親子だって、大きなボム兵を踏んでキックするとできますって書いてありますね。うわ、何がなんだろう、まだわかんないけど、
でもなんかちょっと心苦しいですよね。親子だもんね。そんなことして申し訳ないよね。なんて言うの、よくないよね。ボムヘッド親子なんて言うと思ったかよ。こう強し、ボム兵をまず踏む。で、ちょ、奥さん、ボム兵を踏んで、あ、こういうこと？いや違うな。でもちょっと待って、舞台が多すぎる。舞台が踏んでキックした瞬間をこうだ。なるほどねー。ちょ、よっしゃ、危ねー。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。